こんにちは。何かご用ですか、ボス。歌劇場で事件があったのを聞いたでしょ。あの審判の場で水になった人がいるの。ええ、そのような大事件には記者が一斉に飛びつきます。噂もすぐに広まりましたよ。でね、思い出したの。パパの事件があった日、外は雨が降ってて、現場には服が残ってたこと。相棒が助言してくれてね、パパの事件をもう一度洗ってみる必要があると思ってるの。あの夜、何があったのか思い出してみてくれない？そうですね。あの日カーレスさんはすごく喜んでいました。テーブルの横で私たちと飲みながらおしゃべりしていたのを覚えています。その後カーレスさんは風に当たってくると言って外に行かれました。その時最初はカーレスさんが襲われたと思い、私はホルスターを持って外に飛び出しました。ただ駆けつけた時にはすでに手遅れで、カーレスさんは人を撃ち殺していたのです。私たちはどうしていいかわからず、その場で呆然としてました。銃声が2回。確かにそうだったんだね。はい、警察隊の話によると一発目は外れて二発目が当たったそうです。ただそれは少し妙だと思いました。何せカーレスさんの銃はテーブルの上に置いてありましたから、外へ出る前にわざわざ確認したんです。ですが警察隊員はカーレスさんが他の銃を持っていた可能性もあると言ってました。先ほど現場に服が残っていたと言っていましたが、それはつまり現場には溶けた第三者がいたということですか？少なくとも私たちの立場から見るとパパは人を殺してない。だから2丁目の銃を持つ必要だってないの。その銃はジャックのものか、あるいは第三者のものでしょうね。はい、確かに理にはかなっています。つまりカーレスさんが最後に持っていた銃は奪ったものと言いたいのですね。しかしそれも違うでしょう。もし事実に反していたのなら、どうしてカーレスさんは私たちに教えてくれなかったのですか？それにあの人は審判ではなく決闘で名誉を証明する道を選びました。仮に目の前で人が水になるのを見たとして、なぜカーレスさんは審判では無罪が望めないと思ったのでしょう？それについてはマルシラックから教えてもらった。パパがあの時どんな気持ちだったのかはもう分かったよ。真実にたどり着いたらあんたにも教えてあげるね。ありがとうございます。カーレスさんの名誉は任せましたよ、ボス。実を言うと、不義のカーレスという名はトゲのようにずっと心に刺さったままだったのです。事件から数年間が経った今も、私はカーレスさんと呼び続けています。ですが固執しすぎだと多くの人に笑われてきました。しかしカーレスさんの信頼がなければ私は今のような生活を送れていません。スピナディロースらでの地位も、他人にどう言われようとカーレスさんはいつだって私の最も尊敬する人物、永遠に私のボスなのです。安心して、きっと真実は明らかになるから。あんただけじゃない。スピナディロースらの他の兄弟たちもみんな決着を待ち望んでる。